初代 NDPD 党首のローザー・ボルツドイツ国家民主党はドイツ民主共和国に存在した政党。ドイツ国民民主党と訳される場合もある。ドイツ社会主義統一党参加のヘゲモニー、政党制における衛生政党だった。1948年8月16日にソ連占領区域で元ナチス党員やドイツ国防軍の軍人出身者を結集した。 中産階級の政党として、ソ連軍とドイツ社会主義統一等の影響下で結成。結成の目的は、ナショナリズム的で自由主義的な要素を共産主義の下に組み込み、ドイツ自由民主党に対抗させることで、事実上は最初から SED の衛生政党としてのスタートだった。1949年に東ドイツが建国され、 人民民主主義体制が確立されると、人民議会の500議席中52議席を割り当てられ、形式的な勢力を保持した。しかし、LDPD より、さらに当局に従順な政党で、社会主義統一等の施策に反対することは、全くなかった。1989年のベルリンの壁崩壊の後に、独自の動きを始めたが、 東ドイツ最初で最後の自由選挙となった1990年3月18日の人民議会選挙では、党としての独自の基盤が他党にもまして非常に乏しかったこともあり、旧衛生政党中でも最下位の得票率0.4%に議席の獲得に終わった。そのため、ほどなくしてドイツ自由民主党が中心となっていた自由民主同盟に合流することを通じて、 同年中に西ドイツの自由民主党に吸収された。元ナチスや旧国防軍関係者を中心に極右的な政党としてこの党を結成する動きはあったがソ連当局がそれを逆用して再結成させた。実際 NDPD 初代党首のローザー・ボルツは第二次世界大戦中にソ連に亡命したドイツ共産党の活動家だった。ありがとうございます。